はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。なんかものすごく楽しい気分になってきてるんですよね。というのはですね、2月3月は、まあ寒かったり、花粉があったりとかでですね、まあ例年なんとなくブルーな気持ちで過ごしてること多いんですが、まあ最近はですね、3月は必ず沖縄に行ってますし、で2月末ぐらいから海外に行くことも多くなってますんで、まあ、昔に比べると花粉に見舞われることはですね、少なくなってきてます。でもですね、今年はどうなんでしょうか。僕ね、全くと言っていいほど花粉症の症状がないんですよね。これなんでなんでしょうね。はい、まあ一つはですね、まあ、海外とか沖縄の効果もあるでしょう。そして僕の体質の問題もですね、変わってると、願いたいところですよね。ただですね、まあ、現実的に考えますと、中国ぐらいからですね、飛来してくる大気汚染が今年は著しく減っているという話があるわけですね。その大気汚染と花粉というのが相乗効果を発揮することによって、花粉症の人には、まあ、醜い症状を引き起こすという、なんか、例もあるみたいなんですよ。ということに関してはですね、まあ、なぜ大気汚染が入っているかというと、まあ、これも、ご存知通りですね。はい、今、全世界的に話題になっている、コロスケさんの影響です。で、実際ですね、まあ、経済活動が中国は一時的にストップしました。その間、工場等から出る汚染がね、なくなり、その結果、日本に汚染が飛んでくることもなくなったということですね。まあ、実際の話ですね、コロスケが拡大している地域は、まあ、中国だったり、イタリア北部だったり、結構大気汚染のね、激しいところらしいんですよ。いや、僕ね、イタリア北部じゃないんですけども、昔イタリアの、地中海のですね、ジェノバだったかな。あそこに入ったら、もうね、鼻水と涙が止まらなくなっちゃったわけですね。これ汚染というか、まあ、それもあるんでしょうけども、街中がね、めちゃくちゃ埃っぽいんですよ。で、そのまんまそのニースにね、フランスのニースに入り込んだらすごくスッキリしたわけですね。だからイタリアってそのイメージから、するとですね、なんとなく美しい感じがあるんですけども、いや、国はですね、結構汚れてるんだなっていう印象があったわけですね。ですんでね、まあ、今回のコロスケさんっていうのは、地球をね、クリーニングするという役割があるんじゃないかなと思ってます。いや、もちろんそういう言い方すると、まあ亡くなってる人もいますし、まあ非常に不謹慎な部分もあるかもしれませんけども、でもマクロ的に見るとですよ、数的に見ると、そういう部分があるんじゃないかなと思ってます。ですんで、まあ僕の個人的なところで言うとですね、まあ沖縄も行きましたし、海外もフルで行きましたし、で僕の自身のですね、イベントを中止することもなかったんで、まあ特にね、何かダメージがあったわけではありません。その一方ですね、花粉症が全くないっていうのは、個人的には非常に喜ばしいところです。そしてですね、まあ昨日も話したと思うんですが、街中を見ていると、まあ、ここもですね、今、米田コーヒーっていう朝、今8時なんですが、もう車ぎっしりなんですよね。まあ、土曜日の朝ってこともあるんでしょうけども、はい。要はですね、街中に人がどんどん出てきてるってことですね。まあ、言わせてみると、もう話は飽きたっていうところらしいんですよね。いや、もうなんか、閉じこもっててもさ、ねえ、なんも意味ないじゃんって。いや、街に出たって、ねえ、全然そんなん関係ないじゃん、みたいな感じに、そろそろ気分がなってきたわけですね。要はですね、気分なんですよ。要は、大切なのは気分なんですよ。実際ですね、パンデミックっていう言い方と同時に、インフォデミックっていう言葉があるみたいですね。要はですね、情報とか報道が人々の気分に影響を与えて、まあその結果、まあ行動様式ですしね、まあそのなんか買い占めに走ったり、まあ病院にですね、特に用事もないのにね、ただ心配というだけで殺到したりですね、それとまあ崩壊を起こすことあるわけじゃないですか。要はですね、その実際の物理的な症状や状況よりもですね、気分の方がもしかしたら大事なのかなと。いや、もしかしたらじゃないんですよ。もうね、気分なんですよ、世の中ですね。まあ景気っていうこともあります。それは、まあ経済の気分ですよね。実際の話、ね、実体経済はともかくとして、ムードで株価を上げるってことが、まあ普通にあるわけじゃないですか。コロスケが蔓延してるっていうことで、まあもちろんですね、経済活動が、企業の活動がですね、停滞して、その結果、全体の株価が下がるってことあるんですけれども、だけどですね、いや、もうこれ収束しましたみたいな宣言があった瞬間に株価がぐわーっと上がりますからね。要は、ね、実態よりもですね、人間、その経済、この世の中をですね、支配してるのは気分なんですよ。で、個人も気分なんですよ。だから、いい気分でいるほどですね、大切なことはないわけなんですよね。だから僕はね、今ね、はっきり言います。はい。めちゃめちゃいい気分です。もう最高級にいい気分です。なんかね、だってもう3月末でしょ?ねえ、春分の日終わったんですよ。もうこれから春、そして夏に向けて、花粉もなくなるし、暖かくなるし、
で、4月はね、僕は執筆にこもりますけども、5月は自転車もあるし、6月からはですね、またいろんなところに旅立ちたいと思ってるわけですよ。もう最高の気分じゃないですか。要はですね、もう一回言います。はい。気分です。気分よく生きていこう。それ以上に大切なことないんです。というわけで、今日はですね、ちょっと原点に帰りたいと思います。ね、今日は車で撮ってるっていうのも、一つのシンクロかもしれませんが、ちょうど1年前ですね、48時間以内に、すごいことが起こるんですという話しました。例えばですね、じゃあ目をつぶってください。今から5を数えますんで、数えてる間に赤いものをイメージしてください。あなたの部屋の中にある赤いものを探してみてください。1、2、3、4、5、パッと目開けた瞬間にですね、はい、赤いものが飛び込んでくるわけなんです。でも、黄色いものありますか？青いものありますか？って言われたらわかるんだけども、ね、赤いもの、赤いもの、赤いものっていうふうに思ってる限り、赤いものが真っ先に飛び込んでくるわけですね。視覚とか聴覚っていうのはですね、全部を認識することはないわけですよ。自分の都合のいいもの、つまり自分がフォーカスしているものに、それを合わせてしまうという機能があるわけですね。ですんで、赤いものだというふうにフォーカスすると、青いものや黄色いものが見えにくくなるわけなんですね。同じように、これから楽しいことが起こりますよって、いい気分でいましょうというふうに思ったらさ、嫌な気分とかですね、嫌な現実っていうのが見えなくなってしまうんですよ。だからね、まあ考えたらさ、それはありますぜ。人間生きてると。ね。嫌なことも一つぐらいあるかもしれないけどね。いや、俺ないかな。どうだろう。まあいいことばっかりですね。もう見えなくなってるんですよ、俺はね。なんかね。いや、探したらあるんですよ。ね。だけどね、世の中にこんな人いるんですよね。いや、その嫌なことをきちんと直視しないと、現実を認めないと成長しませんよとか、うるせえんだって話ですよね。言われたくないってことですね。そんなことあなたにはですよ。わかります？要はですね、そういうね、なんかね、呪詛みたいなことを言って、自分のペースに引きずり込むね、もうやめてもらえます？って感じなんですよ。いや、俺は気分よく生きていくし、いいものしか見たくないわけ。で、その悪いものとかですね、嫌なものを見なければ成長しないっていうことであれば、俺別に成長しなくていいんですよ。もうずっと赤ちゃんでいいからね。もう俺もうね、死ぬまで赤ちゃんでいいですよ。で、ハッピーでピーハスで、ね、頭の中お花畑で、ね、脳内麻薬、脳内快楽物質をブンブンに出しながらですね、まあ、赤ちゃんのまあまあ生きていきたいわけですよ。俺でね、もう墓場に入る瞬間にですよ。いや、俺は死にたくねえ。まだ死にたくねえ。死にたくねえ。ってね、コロンコロン、ポロロン、ピリン。何言ってかわからんけどさ。ね、ピンピンクロリね。それを言いたかった。はい。で、行っちゃえばそれでいいわけじゃないですか。ねえ。いや、もう早死にたいわ。もう早生きたいわ。って言いながら墓場に入るわですね。いやいや、まだまだ、あと、せめてあと50年は生きていきたいよと言いながらですね、120歳でですね、あの世に行くってもう最高じゃないですか。だから俺そうやって生きたいわけね。もう嫌なもの見たくないわけ。そしたらね、嫌なものがね、見えないってことですね。この現実、世の中ですね、自分の世界がですね、すべていいことしか起こらなくなるわけなんですよ。というわけでですね、改めて、ちょっとね、原点に帰ってですよ。もっと48時間ね。もっと48時間以内にいいことが起こるんです。はい、もっと。今までも48時間以内にいいことが起こり続けていたと思います。で、それをコメント欄ですね、たくさん書いてきました。で、そのコメントを見た人たちが、ね、おぉ、そんな、すごいいろんな奇跡起こってるんだ。おぉ、すごいこと起こってるんだ。おぉ、いいことめっちゃ起こってるじゃんって言って、それを見ることによってですね、自分の中のマインドがいいことにフォーカスするわけじゃないですか。ですんで、そのコメント書いてもらえる方もですね、本当に非常にありがたいですね。もうコメントでですね、いいこと書くことは、もう貢献なんですよ。シェアなんですよね。喜びを世の中で分かち合うところなんですね。それを見た人たちが、みんなピーハツハッピーになってしまうわけです。で、うわ、これすげえな、いいこと起こるんだなと思ったらね、本当にいいこと起こるんですね。だからね、はい、今度はですね、もっと貪欲にね、欲張ってもいいんですよ。もっと48時間、もっと48時間以内にいいことが起こるんだ。で、すげえことが起こるんだ。ハッピーなことが起こるんだ。というふうに、インプットしちゃえばいいわけです。嫌なことがもしあったとしてもですね、まあそれはね、まあこの程度で済んでいいとかですね、いやこれ俺の成長の糧だよとかね、結構言えるわけですよ。まあ実際僕もね、最近ね、ゼロかというとそうでもないんですね。でもまあ、ちょっとした気分をね、害するようなこともね、泣きにしもあらずだったんだけども、でもその結果、いろんな気づきがあったわけです。で、もし、あの、気分を害する出来事がなかったら、どうなってるかなと思ったら、
いや、もっと良くないことが起こってるんじゃないかっていうですね。まあ、そんなことも腑に落ちましたんで、やっぱりね、すべていいことなんですよね。だからもう感謝しかないわけですよ。もうエブリシング本当に感謝しかないわけです。どんなことが起こっても、それはいいことにつながる、すべては良きことのためにということなんですよね。というわけで、はい。もっと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 いいことが起こる。もっともっともっとすげえことが起こる。48時間にめちゃめちゃもっとすげえことが起こるんだっていうことですね。自分の心の中に刻み込んで、これからね、春分の日も終わりましたんで、新しい時代、宇宙元旦終わりましたんで、新たな気分で過ごしていこうじゃありませんか！というわけで、これからもどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。